忍者ボックス。今度こそあいつらの忍者ボックスを奪わないとやばいよ。そこで今日はここに助っ人を呼んだんじゃ。ニンペラーに匹敵するほどの実力者って本当なの？本当じゃ。そいつは魔人と呼ばれた抜け人、その名も不死身のガラン。お前たちが依頼者か。あんたがガランね。早速だけどあんたの力試させてもらうわ。効かん、その程度か。嘘でしょ。では行こうか。忍者ボックスのある盾まくりの里へな。さまざまな色や味のバリエーションが大人気のタピオカドリンク、それがなんとこの度原宿から秘密基地へ。秘密基地のドリンクバーにタピオカドリンクが入ってっちよ。たっぷり堪能するがいい。食らえ、タピオカヘブシャー。なんかそれ飲みたくない。これからはタピオカみたいな上司に受けるのも動画に取り入れるっちよ。トンカチは動画に関しては努力を惜しまないね。大変じゃ。どうしたの長老。ワンでもツーでもとんでもねえやつが里に向かってきておる。あいつじゃ。うわあ、絶対ヤバそうなのだ。後ろにいるのってサンシャインズじゃない。なんと、じゃああの化け物みたいなやつはぶっ壊者の資格か。うわあ、我が名はガラン、破滅と滅亡をもたらす魔人なり。さあ、忍者ボックスをよこせ。忍者ボックス。それは。タピオカドリンクだっち。タピオカドリンクだーと。この時、ガランは思った。このタピオカドリンクは SNS 映えするぞ。バレる、バレるぞ。え、何なのこの人。はい、タイム、タイム。え、ガラン、ちょっとくるんじゃ。あんた何やってるわけ。タピオカドリンクを。違うじゃろ、忍者ボックスを奪いに来たんじゃ。もちろん分かっている。こいつ、本気で忘れてたじゃ。高いお金払ってるんだからしっかりしてよ。任せろ。次は全力で行く。このままじゃ秘密基地の中に作ったナイトプールまで壊れてしまうのだ。ナイトプールだとは。そうだっち、この奥にナイトプールを作ったんだっちよ。この時ガランは思った。ナイトプールに入ってみたい。入って SNS 映えする写真を撮ってみたいと。おい貴様、ナイトプールに案内しろ。トンカチ、また勝手にこんなの作ってるし。ここで女子に受ける水着動画を撮ろうと思ったのだ。いやいや、受けないでしょう。ナイトプールを。これがナイトプールなのか。この時ガランは思った。あの貝殻の浮き輪の上でマーメイドみたいな写真を撮ってみたいと。映える、映えるぞ。いや、ちょっと
待って、うわそんな鎧つけたまま入ったら沈むに決まってるでしょ。はい、タイムタイム。あ、ガランさん、タイム2回目じゃん。ほら、あんたの目的は何？ナイトプールで。違う、忍者ボックスを奪うんでしょ。もちろん分かっている。本当に分かってんの？あ、任せろ。はは、ヒロト、ぐしゃぐしゃぐしゃ。おお、すげえ、よっしゃ、これがオイラのマジガチ本気なのだ。忍者ボックスさん、レッツゴーなのだ。バンダイナムコ、今度こそ忍者ボックスをいただく。忍者ボックスはどこだ？あっちだっち。忍者ボックス頼んだよ。任せろい。作りまくりの立てまくり、忍者ボックス絶好調で5回中。できたのだ。天使の翼っぽい写真が撮れる壁、エンジェルウィングの壁だぞ。これは映えるのだ。天使の翼だぞ。この時ガランは思った。何これ、超テンション上げ目沢からのアザマル水産なんですけど、もうどちゃくさいい波乗ってんねって感じと。見た目とナレーションのギャップがすごいんですけど。ほれ、どうするちくん。天使の映える写真撮りたい。あの人、さっきから SNS で映える写真どんだけ撮りたいんだよ。待ちな。なんだ。なんだじゃないよ、あんたの目的は何よ。俺の目的はあの壁の前で天使のような写真を撮るか。だから違う。アイキャンフライ映える。やばいのじゃ、あの赤ちびっこがガランの心を揺さぶりに来てるのじゃ。ほら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 、流しタピオカだっちよ。流しタピオカだと。あ、これ楽しいかも。おいしい、おいしい。こいつら、ほらほら、まだまだ映えるっちよ。おい、トンカチ、何をする。まあまあまあ、いくっちよ。ボトルキャップチャレンジだっち。やめろトンカチ。よかったらお前もやってみるのだ。いいのか。あ、いや、ちょっとね。それではガランのボトルキャップチャレンジ。お尻、お尻が最高なのだ。笑うな。こいつらはなんて自由なのだ。そんなことで魔人を名乗れるか。すみません。幼い頃から魔人になるため父の厳しい教育を受けてきたガラン。そんなある日のこと、 SNS で映える写真を撮る者たちを見かけた。ガランは彼らが眩しく見えた。厳しく自由のない生活の中、自分もいつかあんな風になれたらと。ほら、お前もここで自由に映える写真撮ればいいっちよ。俺は泣いてるのか。秘密基地ならお前は自由だっちよ。俺は自由だ。おお、ババエル、ババエル、完全に寝返ったのじゃ。メシガワラさんが退院したら忍者ボックスを今度こそいただきに来るからね。覚えておけよ。俺は自由だ。アーザマル水産、ガラン、いい波乗ってるっち。やーい、
抜け人の秘密。ガランの鎧は3トンあるっち。重すぎてウケる。ガレージも男の夢だよね。そこでガレージが作れそうな抜け人が登場。その名もチンキ。チン、チンキだよチンキ。それって言ってもいいやつ違う。言ってもいいんだよ。